はい、どうも皆さんこんにちは。ドラム講師の平田直之です。本日は姿勢を良くするだけで上達するというテーマについてお話ししていきたいと思います。まず結論からお話ししますと、重心を中心に保って姿勢を良くすると両手両足ですね、動きがすごく良くなります。今回の動画を見ていただくとこちらですね、習得できると思います。例えば右に重心がこう偏っているとします。そうすると右に重心が偏っている時に右側にこう叩こうとした時、すごい力が入ると思うんですね。ただ右に重心が来ている時に左でこう叩こうとすると全然力が入らないと思うんですね。でこれを足の動きに例えると、左足のハイハットオープンがなかなかうまくいきませんっていう方、実は重心がどちらかにずれてしまって、で足が上がらないとか、そういうことが起きてるかもしれません。なるべく重心は体の中心ですね、こちらに置いていくのがベストとなります。今日はこのようなお話をしていきたいと思います。では本題に入る前に自己紹介をさせてください。私平田直之は、平田ドラム教室、大手音楽教室で講師をしております。ドラム歴は2020年現在ですね、25年になります。で講師歴は12年になります。個人でドラム教室を立ち上げ11年目となりまして、現在ですね、在籍生が130名以上の大きなドラム教室となりました。今までの経験を生かしまして、挫折しそうな壁をなるべく取り除いたり、お悩みを解決したりして、できるだけ多くの方に楽しさ、喜びを提供していきたいと思っております。さて、改めまして姿勢のお話に入りたいと思います。さあここで皆様にご質問があります。丹田、体軸、こちらの言葉知っている方いらっしゃいますか？これは平田ドラム教室の体験レッスンに来ていただいている方皆様に質問をしております。知ってるっていう方、だいたい1割ぐらいしかいらっしゃいません。なので、あ、知らないって方、普通だと思います。私自身も知りませんでした。この1割の方、知ってる方はなんで知ってるんですかといつも尋ねるんですけども、ヨガをやってる、剣道をやってる、中には総合格闘技をやってるっていう方が多かったです。ではまずその丹田からお話ししていきたいと思います。丹田は体の中心と呼ばれてるんですね。ですのでここに重心を置くっていうのがポイントとなります。で体軸、これ大きな視点から見ると姿勢を良くしましょうっていうことになります。例えば姿勢を良くするっていうところで、猫背っていうのが挙げられるんですけども、ちょっとこちらの動画ご覧ください。はい、では姿勢が悪い状態ですね、俗に言う猫背の状態です。この姿勢になると不具合が出るのが、一瞬だけ両足を上げなくてはいけない瞬間ですね。その場合十中八九後ろからこう背中から後ろに倒れちゃうと思います。なんで猫背の状態で両足を上げとすると、このままのところ上げるのこう結構辛いので後ろにこう行くと思うんですね。なので狙ったところにも叩くことが難しくなりますし、自分の意思とは関係なく体が動いてしまうので演奏はすごくしづらくなります。でどうすればいいかっていうと、丹田のところに重心を意識して、で体軸をしっかり整えます。まあ、まっすぐ、頭の先から糸で吊るされているような感覚で、姿勢を良くしていただいて、でこの状態であれば一瞬だけです。一瞬だけは両足を上げても体がぶれないんですね。なので両手両足自由に叩くことができます。猫背になってしまうと両足が同時に上げにくい現象が起こります。ここでよく聞く質問ですね、先にお答えしていこうと思います。プロドラマーでも姿勢が悪い方いますよ。確かにその通りです。ただこれは私が整体師の先生とお話した時に、ドラムっていう楽器ですね、座りながら両手両足を動かす、特に足を動かすものは
今までの人類史上ないそうなんですね。ですのでかなり体に負荷がかかります。よくドラムの人で、ドラムをやめてしまう原因で腰痛が挙げられるんですね。なのでそれを改善するためにはなるべく姿勢を良くしながら演奏するっていうのが一番いいと思います。ですので姿勢が悪い状態で演奏すると、演奏できるかできないかでいうとできると思うんですけども、ただし怪我をしやすくなりますので、皆さんはなるべく姿勢を良くして長くドラムを楽しめるようにしていただければと思います。では重心と姿勢の大切さを知った皆様、丹田はどこですかっていう質問が来ると思います。これは私もいろいろ調べたんですけども、おへその5センチ下の5センチ奥の場所だそうです。でここは気がたまる場所と言われてます。で私が初めて丹田を知ったのはヨガの先生とお話をする機会があって知りました。ドラムをやってると丹田とかすごいんでしょ、丹田の意識ってすごいんでしょっていう風に言われたんですけども、もうちんぷんかんぷんだったんですね。丹田って何ですかっていうところから始まり、いろいろ教えていただきました。そのヨガの先生はお腹と背中の中心に意識を向けると丹田が分かりやすいよって言われたんですね。ですので意識の話なので、すごく感覚をつかむのが難しいと思います。試しにお腹と背中の中心に意識を向けてみてください。でそこに重心、体の重心を置くようにすると姿勢が良くなったりすると思います。あとは体が安定しやすいんですね。例えばよく言われるのが、人に押されてもこう体がしっかりしてるので動きにくいですよね。なので武術でもその丹田という意識は使われています。なので転びにくいっていうのもあります。で体軸のお話ですね。体軸って何ですかっていうところなんですけども、体軸はすごく大雑把に話しますと、頭の先から、足先まで一本の棒が伸びているような感覚となります。正確にはもう天まで棒が伸びてて、足の下を通り越して、地球の方まで行くんですけども、なかなか意識がしづらいと思いますので、なるべく簡単にお話したいと思います。私が小学生の時に全校集会とかで校庭で立ってる時ですね、学校の先生に頭の先から糸でこう吊るされてるように立ちなさいって言われたことがあります。この感覚が大きく見ると近いかなと思いますので、まずはそこから意識してみるといいと思います。体軸に関しても、今全部話してもいいんですけども、かなりのボリュームとなりますので、またの機会にしていきたいと思います。もしすぐ詳しく知りたいって方は、Google とか、YouTube とかで体軸っていう風に入れてみると、いろんな方が解説していると思います。はい、ということでまとめとなります。重心はなるべく中心に保ちまして、姿勢を良くすると両手両足が動きやすくなります。もしかしたらあなたが叩いている時の悩みがすぐ解決するかもしれません。手が動きづらいとか、このフレーズの時に足が使いづらい、もしかしたら姿勢が原因かもしれません。そうすると姿勢を良くするだけでその悩みが解決するってなると、いや、ものすごいコストパフォーマンスがいい練習だと思います。ですのでこれはもう普段から意識してみてください。日常生活でもいいことたくさんあるんですね。歩き方が綺麗になったり、疲れにくくなったり、立ち姿が綺麗になったりします。ですのでもう今すぐですね、もうこの動画を見てる瞬間からなるべく丹田を意識して姿勢を良くしてあげると、ドラムにも活用できますし、日常生活でもいいことがありますので、ぜひ今から意識してみてください。はい、ではそのような形で本日の動画良いと思いましたら、いいねボタンの方よろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。ではまた。